新潟県内高速バス直越高田新潟線、直越、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 高田新潟線は、新潟県上越市から同県新潟市中央区を結ぶ高速バス路線である。上越市街地を発着するため上越新潟線とも呼ばれる。当項目では、同県糸井川市と新潟市中央区を結ぶ。 糸井川新潟線についても記述する。なお、本校の記述では、直江津、高田新潟線を、上越線、糸井川新潟線を、糸井川線と記す、両路線とも、全便、先着順の座席定員制となっており、満席の場合は途中停留所からの乗車はできない。新潟県、県内高速バス路線図、等路線は赤色、上越地方と新潟市を結ぶ高速バスのうち、 上越線は北陸自動車道の上越インターチェンジ、米山インターチェンジ間が部分開通した翌日の1983年11月10日に開設された。くしくも上越新幹線の開業から1年後のことであった。その後1990年秋には糸井川線、2000年春には妙高高原町を発着する妙高高原線の運行も開始した。 上越線は運行開始当初、高田地区と直越地区それぞれから発着していたが、直越発着の系統は1990年代半ばから、高田発着として、直越を経由する運行方式に切り替えられ、さらに2005年からは両系統を統合し、直越発着として、高田を経由する現在の運行体制となった。鉄道利用の場合、上越新潟間には、 JR の特急列車や快速列車が運行されているほか、長岡駅で新幹線に乗り換える方法や、北越急行北北線を利用して、越後湯沢駅で乗り換える方法などがあるが、両路線は長岡新潟線をはじめとする県内高速バス各路線同様、双方の市内中心部の主要施設や繁華街に直接アクセスできる利点があり、 現在に至るまで県内の都市間輸送で重要な役割を果たしている。しかし、上越線以外の路線に関しては、慢性的な再三割れに陥っており、秒光高,高原線は運行開始翌年の2001年冬に廃止された。また、糸井川線についても2010年春に共同運行を行っていた新潟交通が運行業務から離脱し、首引き自動車による単独運行となった。 さらに2011年春には、首き自動車も、同年6月30日限りで運行を休止する、意向を示したことから、路線の存続が危ぶまれたが、市民生活への影響を懸念したいトイガ氏が、財政支援を行うこととなり、支援策の段階的延長を経て、運行を継続している。2015年3月14日の、北陸新幹線、長野駅金沢駅間延伸開業に際し、 上越市では利便性の確保などを目的として上越線の上越明光駅への乗り入れを官民からなる分科会で一時検討したものの再参性などの問題から延伸開業時点での乗り入れ開始は見送られ上越線そのものも同日のダイヤ改正で運行本数が3往復減便されたまた糸井川市では糸井川駅から 北陸本線と新越本線を経由して、新潟駅及び北越急行北北線を経由して、越後湯沢駅へ至る特急列車が全廃され、糸井川新潟間には快速列車が毎日一往復運行されるのみとなっていたが、2017年3月4日のダイヤ改正で当該列車が廃止されて、上越明光駅、または直越駅ですべて乗り換えとなり、 糸井川市から新潟市へ乗り換えなしで直通する公共交通機関は本路線のみとなった。そのため、新潟市や長岡市と直通する公共交通の存続が大きな課題となっている。県内高速バスによると、2018年4月時点の運行回数は以下の通りである。糸井川、直江津、高田発は乗車のみ、新潟発は校舎のみの扱い 新潟発は乗車のみ、糸井川、直江津、高田発は後車のみの扱い両方面とも乗降可能、全便停車、通過、高江路経由、直江津市街地、直江津発は、直江津ショッピングセンター前、始発、直江津駅前、経由、新潟発は、直江津ショッピングセンター前、先着、直江津駅前終点、柏崎バスストップ、西山バスストップ、 上越線は両方面とも乗降可能。ただし、両方面とも一部便は通過。糸井川線は全便通過。鳥原バスストップ。両方面とも乗降可能。ただし糸井川、直越、高田発イコール全便停車。新潟発イコール有国の直越港3便は通過。新潟空港、上越線に往復のみ。新潟市内の詳細な運行経路は、長岡新潟線を参照。 各社とも原則として、ハイデッカー4列シート補助席付き、化粧室なし車両で運行を。高速バス糸井川市。ただし、撤退後も新潟交通は、新潟側における運行支援を行っており、糸井川線の運行車両も上越線と同様に、新潟交通万台検車場にで入庫する。ありがとうございます。